国道388号は、大分県佐伯市から、宮崎県延岡市を経て、熊本県熊群湯の前町に至る、一般国道である。大分県の南東部に位置する佐伯市、佐伯駅前の国道217号分岐から、日向灘に面するリアス式海岸に沿って南下して、宮崎県延岡市を中継し、宮崎県中央部の九州山地を東西に、横断して、 熊本県南部の人吉盆地にある湯の前町の国道219号交点に至る延長約2 2 8キロメートルの一般国道の路線である。主な通過地は宮崎県延岡市、東臼杵郡門川町、三里町、椎葉村、熊本県熊郡水上村である。宮崎県内の延岡市から門川町までの約2 2トルにかけて、 国道10号と徴用する。東九州自動車道とは、再起延岡間で並行し、構え IC と北浦インターチェンジで直接接続する。指定当初は、延岡市以外のほとんどが未改良区間であったが、日報海岸沿いは、道路の改良が進み、通行の難度は、少々低くなった。これに対し、海岸沿いの大分県、宮崎県の県境付近と、 三里町南区寄進や熊本県、水上村湯山の大川地越、湯山峠の山岳部は未改良で、すれ違いが困難な箇所や路面状態も悪いことから、九州の代表的な国道に数えられている。山間部は、冬季は、積雪、路面凍結等による交通規制が多く、夏季は、台風や大雨による土砂災害、地滑り、落石、 路肩結界による全面通行止めや重量規制になることがある。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲運転及び経過値は次の通り。2011年1月時点の大分、宮崎県境。東九州道、釜池田浦農道などを利用することで、当該区間を迂回することが可能である。大分県佐伯市、宮崎県延岡市大分。 宮崎県境の国道区間を迂回する釜江北浦農道への分岐点三里町役場南郷支所には西郷南郷間の早期整備を訴えた垂れ幕がかけられている。宮崎県東臼杵郡三里町南郷区大分宮崎県区間は、狭愛な山林の中を走る峠越えの国道区間がある。並行している鎌江北浦農道への誘導案内があるため、 車が走行している形跡がほぼない。また、並行して、無料の東九州自動車道が通過していることから、将来改良される見通しもないとの見方がされている。延岡市大門町から、日向市手前の東薄木郡門川町、中須まで国道10号と重複する。三里町に非平バイパス開通後もバイパスに、 並行する現役の旧道が残されており、小原水道のある旧道を通過する車両は少ない。東薄木郡椎葉村大和大川町で、国道265号との重複区間が、約 3.5km にわたる。熊本県の市房田ム資近で、熊本県熊郡水上村と、道群湯の前町の町村境付近には、奥熊ループ橋が設置されている。 延岡市以北の日報海岸沿いは、バイパス道路の建設が進んでおり、一部を除いて、全線開通している。また、三里町北号区、西号区などでは、道路拡幅が進行中であるが、三里町南国以降は、未改良状態となっている。また、佐伯市延岡市の県境区間については、並行して、東九州自動車道が開通しており、 新直轄方式での整備のため無料で通行が可能である。そのため、京愛路が残る県境区間の実質的なバイパスとして機能している。国道10号との重複区間。交通量が多いため、4車線で整備されている。宮崎県東臼杵郡門川町橋梁奥、熊ループ橋トンネル道の駅大川地越大分県。 佐伯市の旧釜賀江町のリアス式海岸に沿って国道は南下する。大分県、宮崎県の県境付近の国道区間は海岸付近から丘陵地の山越えの傾斜地で峠は標高300メートル付近を通過する。道路は日向長沿いに宮崎県門川町まで南下し、ここから内陸の三里町へ分け入っていき、三里町役場前を通過していく。 九州山地野の,の山岳部で、宮崎県椎葉村に入ると、標高1134メートルの大川地越を通過していて、この付近は、日本有数の田内帯であるため苔むした崖沿いの道である。三里町と椎葉村の境界に林道との交差点があり、この林道の中山峠越えの頂大トンネルを抜けて、椎葉村の中心部へ抜けることができる。 宮崎県と熊本県の県境付近で、九州山地の中央分水峰である、湯山峠を越える。熊本県側の沿線には、湯山温泉や湯の前温泉など、温泉施設がある。ありがとうございます。